皆さん、こんにちは。うなチャンネルです。本日はですね、お子様がいるママたちに入ってきてもらいました。全員がママなんですけど、ちょっとね、一人、ママじゃない方もいます。これは理由がありまして、ママが、7人しかいなかったという。ママ、ちょっとあんまり、時間がないみたいなので、もうポッパッと行ってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、うなちゃんは観戦でやりたいと思います。なんかちょっとママじゃない方もいるんですけど、優しく見守ってあげてください。よろしくお願いします。はい、マッチングしました。縄張りバトル。ママ同士、そしてママじゃない方の戦いです。よろしくお願いします。うなちゃんは観戦なので、ただただぺちゃくちゃ喋って、観戦をどうしやろうかな。どうのしてみたいみんな。どうしよう、近くがいいか？よし、この方を見ていきましょう。このママは、もみじシューターを使ってますね。頑張ってください、もみじシューター。これ完全自動モードしかないのかな？お、ホップソナーをしっかり使っていく。ママに対して使っていったね。で、この方はママじゃない方と見ていきましょう。ママじゃない方は、スプラシューターコラボで。おっと、カニちゃんが、カニちゃんが来てるぞ。しっかりママじゃない方が返してます。お、誰かどうした？すごい！そのまま行くか、ママじゃない。ちょっと押されてますね。ママチーム。ママだけチーム。押されてます。お、狙ってる。トビード狙ってる。さあ、ママだい、ママ。お、ボブに粉投げた。あっちのママ、ボブに粉投げてる。うまいよな、ほんとに。お母さんはね、あれですね、子供がやってるのを見て多分、覚えるんでしょう。やばいやばい。大丈夫か？うまい、このママ。避けるのうまい。トーピードママうまいぞ。あ、でもやばい。金萌えママに避けるか。お、金萌えママが倒していく。塗りも強いしな。塗るの好きなんでしょうね、きっと。ゴーリーママを倒してる。すげえ。あー、やられちゃったー。さあ、このママ見ていきますか。もみじママですね。もみじママ2人いるので、どっちがどっちかわかんないし。タコが2匹なんですよ。このチーム。でも2人ともママ、ママタコもみじなんです。タコか。一人のモミジやられた。さあ、ママ、相手チームを倒すことができるのか。ママじゃない方が奥にいます。お、誰かどうした？すげえ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 。モミジママうまい。モミジママ。モミジママうまい。しっかり倒していく。さあ、ちょっと優勢なのはこの、紫チームですね。ちょっぴり優勢です。真ん中取ってるね。どうなるか。ゴーニーママ。ゴーニーママはシールドが大好き。あ、誰か飛んでくる。あー、飛んできた。ママやられちゃった。しかし、しっかり倒していく。ママじゃない方見ていきましょう。頑張りバトルなので、ひっくり返す試合とかいっぱいあるので、ボムは当たらず、ボムをもう一回投げていく。この中でね、一人だけママじゃない方がいますからね。やれちゃった。お、金モデママちゃん。金モデママちゃんさっき上手かったので、ちょっと期待を。していきましょう。なんか帽子かぶってるんで、どっかお出かけするのでしょうか。お、何様溜まったぞ。来たのか。あ、俺だ。お、やばい。何様しっかり。ただカニに割られるか。カニを避けたけどやられた。しっかりカニママが。カニママカニママがしっかり倒れて塗っていく。さあ、頑張れ頑張れ。さあ、チーム2枚落ちたけど、どっちが勝つか、どっちが勝つか。倒せない、倒せない。いい戦いしてない、ママ同士。ママ同士いい戦いをしている。え、どっちだろう、わかんない。あ、黄色チームなんだ。おめでとうございます。ってことはママじゃないチームか。一人だけママじゃない。ママ生きてるな。皆さん、ちょっとこれ情報が入ってきたんですけど、実は数名のママがですね、保育園の迎えに行かなきゃいけないみたいなので、急遽できなくなってしまって、回線が落ちました。なので、二人いなくなってしまいました。これちょっと僕もびっくりしてるんですけど、しょうがないですね。
保育園のお迎えみたいなので、ザトーマーケットで、では、しょうがないので、三々でやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ザトーマーケット。ちょっと二人ほどね、保育園のお迎えの方で、いなくなってしまったんですけども、まあ、3対3でもできるので、スプラトゥーンは。こちらで戦っていきたいと思います。で、今回戦う場所、さっきはちょっと市場でマーケットで買い物してもらったんですけど、今回はザトーマーケットの方ですね。ザトーマのショッピングモールでね、みんなには、ママたちには買い物して行ってもらいたいと思います。今回見ていくのは、もみじママ。もみじママは抜けてから行きたいですね。はい。5人ママがいなくなっちゃったのか。5人ガロンママいなくなっちゃった。ママじゃない方はね、そこね、スプラシューターコラボでね、トルネードをうまく使ってますから。トルネードをしっかり入ったところで、ボムを置いてしっかり倒していく。金もでママさん倒していったね。さあ、どうするか。いいとこいるぞ。ママじゃないか。ママじゃなければ何なんだろう。普通の、あれか、独身か。ただの。女性か男性かも実はね、わからないのかもしれない。普通の。この方女性です。お、ボムで倒した。あ、これママだ。今見てるのママって。ママはしっかりボムで倒して、スペシャルを、マザイ様しっかり送って、お、うまい当たるかママうまい惜しいあ、いかないか惜しいですね。逆に耐えていった。黄色チームちょっと不利ですね。もうちょいで、溜まるぞ。危ない。もうしっかり、トルネードを投げたけど、自分のトルネードちょっと見えなくなってますね。金もでママが奥にいて。こちらはあれですね。ヒーローシューターママですね。ってことは、もうやってるのか。ヒーローモード。あ、やられちゃった。珍しいパブロママ。筆使いだ。すごい特攻してる、ママ。ただ、敵が近くにいないぞ。レーザーしっかり打って。惜しい惜しい惜しい今目の前にいたけどどこ行っちゃったんだろう。パブロで、荒らしまくるのいいかも。ちなみに黄色チームピンチついてるんですよ。クマミンママさん。あ、黄色チーム2落ちさせて。これまくるぞ。黄色チームが。見て。いい感じになってきた。黄色が、優勢か。お、ウルトラショット。惜しい。さあ、頑張れ。買い物しに来たわけじゃないぞ、みんなは。みんな戦いに来たんだ。やられちゃった。筆ママにやられちゃった。さあ、買い物してちゃダメですよ。もう、こういうただでさ、保育園でいなくなっちゃったんだからね。頑張れ、頑張れ。お、すごい、入った、入った。メガホンが入って。お、ママ、あ、ママやられた。パブロママ強い。パブロママしっかり倒していくぞ。お、これは、え、パブロママ強い。パブロママが無双してる。やりよるぞ。これはもしかしたら、紫チームが勝つのではないでしょうか。どうなる。おー、紫チームの勝ちだ。おめでとうございます。皆さん、こんばんは。ついにうなちゃんもやろうかなと思って入ってきました。ただ見てください、僕のチーム3人です。しかも半分以上がママじゃないチーム、ママ対ママじゃないチームになってます。この中で唯一いるママさんがこちらですね。クマ耳のママさんですね。はい、間違えました。ひらめが丘団地。よろしくお願いします。ママチームと戦っていくチームは、うなちゃんとママじゃない人とママのチームです。なんか合同チームみたいになりましたね。3人なのでね、少ない、塗りが少ない中、頑張って塗って、ステージ広いからね、頑張っていきたいかと思います。まあ、ひらめが丘団地ということで、ちょっと僕は団地妻を想像しました。なんか団地妻ってワード聞いたことあるんだけど、どういう意味なの？よくない言葉な気がする。言うのやめとこう。とりあえず団地に来ました。トルネードくらえ。やばいやばいやばい。とりあえずトルネード。あ、ママ倒した。ごめんね、ママ。団地のママ倒したぞ。
りあえず塗ってから行こう。しっかり塗ってから行きましょう。ここ濡れてない。あ、誰かやられた。うちのママがやられたぞ。ポーピーはやめて。オッケーオッケーオッケー。待って待って、猫も邪魔しに来た。ちょっとペットの猫が、うちのペットの猫が、やばいやばいやばい。なんか数多くないか。あ、ママじゃない方が倒してくれた。ママをとりあえず塗りつつ、ここね、ハブのママいるね。ここ頑張れ頑張れ、当たらない当たらない。オッケー、塗っていきましょう。ハブのママがそこって、やられちゃうママに。危ない、誰かいる。ハブのママだ。ナイスナイス、まずいぞ。オッケー、ママ倒した。一人倒しよう。やっと上来れた、やっと上来れたけど、これどうなってんだ。塗られまくってるぞ、うちのジム。ハブのママだ。待って、これ避けれなかった。9番ママにやられた。ごめんねママたち。やばいぞ、一人ただでさえ少ない中の猫ちゃん邪魔してくる。邪魔どいてどいて、クレちゃんどいて。すごい塗られてる。ちょっとスペシャル貯めてトルネード入れていきたいな。なんかボム投げてきたね。あ、誰も倒せない。トルネードで、やばい、パブロママが来てる。待って、パブロママナイス。パブロママがいた今。キンモネママが来た。危ない危ない危ない、トーピードママも来てるよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ママがウルトラショット打ってる。消えたんだけど、ホップソナ痛すぎ、ホップソナ痛すぎる。場所バレてるよね、まずい。うちのママがやられた。じゃあママじゃない方がやられた。ママじゃないのか、やばい、ママ強い。スペシャル食べない、マジでママ強い。はいはい、ママ二人狩り。あー、ママ全然取れなかった。あ、ボロ負けした。ママ軍団強いよ。スプラトゥーンちゃんとやってるママたちでした。ありがとうございました。いや、3対4関係なしに普通に、普通に強かった。ママ。ママの勝ち。